チャンネル。皆さんこんにちは、下川チャンネルのしもです。本日の通販オリパなんですけれども、今回初めてのお店でして、ベースで見つけたお店でございます。ポケカ豪快オリパ2019-2弾ということで、これちょっと当たり一覧まず見てほしいんですけど、これ任天堂スイッチが当たり一覧にあるんですよ。ウケません？うわ、スイッチあるわと思って。ほんでその横にあるのがゼクロム GX の SR ですね。そしてガンバリーリエがなんと7枚もあって、アセロラちゃんとかもありますね。で、説明を読むと、究極Z賞というのがあって、まあ、それがさっきのスイッチとかゼクロムとかガンバリーリエ、アセロラ、これが大当たり Z 賞になっております。で、今これ袋に入ってるんですけど、この中にさらにスリーブに入ってるらしいんですね。で、そのスリーブの色によってちょっと内容がわかるみたいです。はい、ここに書いてますね。1パック3枚構成です。表面からハテナハテナハテナとなります。まあ、内容決まってる時もあるんでしょうね。スリーブカラーによって高齢と確率が変わります。赤スリーブだったらアド以上。なるほど。黄色のスリーブだったら赤スリオは透明スリの内容。まあ、透明スリーブが負けって感じになってるみたいです。逆転チャンス。2枚目の位置にエネルギーカードが入っていた場合は透明スリーブでも赤スリ、つまりアド以上になるということで。で、赤スリで2枚目がエネルギーカードだと、なんと究極 Z 賞に昇格。まあ、でも全てのカラーから究極 Z 賞が登場する可能性もありますよという、ちょっと夢のある感じになっております。でね、これスイッチとか、リーリエとか、こんだけ入ってるだけあって、1パック3800円です。めちゃくちゃ高い。で、今回そちらを5パック19000円分買ってまいりました。ということで、早速、開けていきたいと思います。はい、こんな感じでね、ポケモンがいっぱい書いておりますね。では、開けていきましょう。はい、行く。硬ないこれ。ごめんな。ちょっと破きますね、ちょっと。あ、もうちょっと見えてるわ、ごめん。赤スリーや、しかも。赤スリーブ、ちょっと、もしかしたらワンチャンの可能性あるんで、後で見ましょうか。じゃあもう一個ちょっと開けようかな。透明スリーブとかダメでもすぐ開封しちゃっていいんですけど。あ、黄色ですね、これ。もう、ちょっと待って。ごめんな、みんな。はい、ということで、もう見えてるけどな、ごめんな。はい、こちら。黄色でございますね。これもちょっと後で見ます。こう見るわ。こう開けるわ。はい、ということで、あ、これ透明スリーブですね。じゃあこれちょっと一泊目今から見ましょうか。はい、ということで3枚入りということだったんで、見ていきたいと思います。1枚だけスリーブに入ってるんで、多分これがいいカードなんじゃないかなと思います。じゃあこう見ていきましょう。ギャラドス、そしてビーストリング。まあ、ちなみにこの2枚目がエネルギーカードだったらいいってことだったんですけど、これエネルギーカードじゃないんで、まあ、多分ちょっと外れなんじゃないかなと思います。はい、ズガドーン GX。まあ、どう考えても高いけど、まあ、ビーストリングとね、ズガドーンのまあ、こういうセットで用意してくれたということで。まあ、外れはこの感じですよってことですね。ほな、じゃあこれも見ていきましょうかね。よいしょ。あー、これも透明スリーで。じゃあこれも見ていこうかな。はい、ということで、こっちから見ていきましょう。リザードン、そして、あ、ククイ博士。ってことは、これも多分、外れですね。じゃん！あー、レッグーザ GX！ まあ、めちゃくちゃ強いけどな、このレッグーザな。このシップドトっていうのがめっちゃ強くて、ドラゴンブレイクされたら、私は川さんに毎回勝てたことが一回もないです。っていうような、まあね、セットになってるんですけど、まあ、これはちょっと3800円やからね。さすがにちょっと高いかなって感じですね。こちらも外れ。ほな、じゃあラスト1パック開けていきたいと思います。そうだ。あー、これも透明ですね。じゃあ、色付きは2パックだけだったのかな？はい。ということで、エナジー進化 EV。エナジー進化はね、使いやすいですよ。ということで、続いてが、こちら。あー、グズマ。まあ、グズマはいいですね。今ももうめちゃくちゃ人気があって、まあ、使いやすいカードになってます。ということで、ラスト1枚、こちら。おー、次、博士のレクチャーのアンコモンでございます。まあ、1000円オリパとかやったらいいけど、まあ、3800円なんで今回。まあ、これも外れでしょうね。はい。ほな、じゃあ、黄色と赤のスリーブが残りました。で、もう一回ちょっとおさらいしておくと、赤スリがもうアド以上。まあ、確定って感じになってます。で、黄色スリーブは赤スリ、オア透明スリの内容なんで、まあ、ちょっと五分五分って感じなんでしょう。じゃあ、見ていきましょう。じゃん。もうこの時点で図がどうなんで、さっきの外れのね、一番いい枠なんで、いい方なんかな。ほな、次行きますよ。じゃん。おー、魔王の SR ですね。自分の山札から好きなカード2枚選んで、まあ、それをね、山札の上に置けるっていう、そういうカードになっております。それの SR、可愛いですね。まあ、これで半分ぐらいは返ってきてる感じですかね。ほな、じゃあ、ラスト1枚、じゃん！おー、ネットボール！もう騙されないぞ。ネットボール、え、これは、割といいんちゃうかな？まあ、これは全然アド以上なんじゃないかなと思います。まあ、だいたい5000円ぐらいかな、この3枚で。と思いますね。はい、これは当たりでした。ありがとうございます。ただまあ、皆さん、今ね、1万9000円分買って、今3パック外れで1個だけ当たりだったんで、もうこれに期待するしかない、マジで。はい、ということで、赤スリーブでございます。これは一応、アド以上確定ということで、まあ、安心して開けていきたいんですけど、大当たり来てほしいな。では、もう早速見ていきましょう。じゃん！ボルケニオン。ボルケニオンのこれプリズムスターですね。めっちゃ硬い。よいしょ。
まあ、このボルケニオ持ってないんで、次のカード。スイッチ入っててくれ、マジで。スイッチの引き換え券欲しい。行きたいと思います。お?じゃん!おぉ!ゼラオラ GX の HR! これは、いいんじゃないかな?これは結構いいですね。この1枚だけで、まあ、パック分ぐらいあるんで、次はもっといいカード期待したいと思います。まあ、ちょっとエネルギーカードじゃなかったんでね、大当たりではないと思うんですけど、ラスト1枚何が来るんでしょうか?お願いします!おぉ!なるほどね!エリカのおもてなしか!エリカのおもてなし SR でございます!状態もかなり綺麗な感じですね。いい感じ。なるほど!じゃあラストのセットは、こちらの当たりセットでございました。まあ、さすがにこの赤スリーブなだけあって、黄色より断然強い内容になっておりました。本日は、ベースアプリ、ネクストヒーローさんにて購入しました。1パック3800円、ポケカ、豪快オリパー、5つ買ってきた結果、こんな感じでございました。ということで、まあ、1万9000円じゃ大当たりは出なかったですね。でももう、賞味、こんだけ当たり入ってたらもうしょうがないなって感じですね。まあ、外れもきついっちゃきついけど、ちゃんと当たりのね、分も入ってたんで、いや、ちょっとまた買って、リベンジしたいなって感じやな。次こそ任天堂スイッチ、そしてガンバリービエゼクロム欲しいですね。ほんでこれネクストヒーローさんね、初めて買ったんですけど、ポケカの豪快オリパ毎月好評発売中ってことなんで、まあ毎月出してるらしいんでね。うわー、また次も買ってまうやろうなって感じ。まあ通販なんでね、皆さんも気軽に買えると思うので、よかったら任天堂スイッチ当てに行ってはいかがでしょうか。ということで本日もご視聴本当にありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。以上、本日の下川チャンネルでした。